これじゃんこれじゃん今今これだ絶対暑い時に食べるならかき氷アイスクリーム <laughs> せーので行っるああいのに行くせーのアイスクリームよしよかったよかった友達になればな15年ぐらいしてる <laughs> <laughs> かき氷はちょっとね 刺激が冷たすぎるそうだねあとやっぱ結局氷だからさ味薄くないじかん分かる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 よあとね食べてる時にかき氷落ちるじゃんあれポロッとポロッとあれがもうめんどくさいもう食べるのに気使うのがめんどくさい俺アイスがでも溶けて落ちるっていう可能性ないいやもう俺は溶ける前に全部食っちゃうかそういうことめっちゃ早いあの猫舌の逆みたいな熱いのめちゃくちゃいけない冷たいのめっちゃいけるみたいな いやめちゃめちゃいけるわけじゃないけどもうこう <laughs> 絶対落ちないよ食べようアイスに対すする執着心すごくない <laughs> <laughs> それも子供が食べるからさ <laughs> 子供が残したやつを食べるからさそ,ううそれだってさ子供とかでじゃさまあお父さんがアイスをこうやって食うわけじゃんそれをさ見てさ <laughs> やっぱものっていうのは大事にしなきゃいけないとかものをやっぱ残してはいけないんだとかっていうことにつながっていくわけそれは <laughs> いやただ俺がもったいないっていう気持ちだけなるほどただ自分の気持ちだけでも別に子供にそう感じてほしいとは思ってない <laughs> あそうなんだ、うん、とりあえずものは残してはいけないなって育ったからそう,そ,うそういうことになってるわけねそうそうえっチアイス何,何アイス好きなの チョコミント結構好きよマジであの歯磨き粉みたいな味それも言い始めたらもう友達になれないいやでも分かる分かるかる俺もたまに食べるな食べたい時はチョコミントいやでも俺今チョコミントって今勢いでいっちゃったけどえっそうまさか違うのいやでもチョコは好きなんだよああチョコはすごい好きなんだけどチョコになんか組み合わさってればいいかもしれないああなるほどいああいう感じのやつとかチョコチップなんとかとかさ 混ざってす混合物が好きなんで混合物結構好きかもしれないじゃなかったらオレンジだけとかグレープだけとかああっていうあバニラ入んないんだ俺どう俺バニラ入んないああでも分かるな抹茶分かるなでも俺ねなんだかんだねやっぱねバニラに手が伸びちゃうんだよね1位バニラに行っちゃうんだよねでたまにこう抹茶とかこう行くけどバニラに行っちゃうんだよねじゃあ普通にさ ご飯屋さんとかでさなんか一番最後にさなんか3つぐらいじゃデザートつきますとか言ってなって、うん、あのじゃあバニラ、うん、抹茶じゃ何<あ>じゃ今日チョ,コチョコアイスとかチョコアイスとか言ってなるじゃん、うん、でバニラってことバニラですああそうでで絶対もうチョコアイスとかそっち系行っちゃうそうだねもう気分によってチョコか抹茶かを決めるでも俺もうバニラはまず一番最初の外すあマジか俺絶対バニラだなだってバニラはソフトクリームあれバニ,バニラのやつあるじゃん、うんうん、あれは好きだけどその他のバニラだったらなんか

俺早稲安理って聞いた時俺田舎もんだからさ、うん、あそういう安理とかも俺あんま知らなかったわけよサッカー選手は、ね、サッカー選手誰って <laughs> 世の中そんな人いんのみたいな感じだったもん <laughs> 一番最初にさなんかリストみたいなやつもらうじゃん、うん、今回誰が来てるかみたいなああでも、まあ、もちろん遠藤康あーやす塩釜ユースっ遠藤康塩釜ユースってどこなの、ねうん、っていうそれを誇りにも頑張ってたから確かにみんな知らねえチームで絶対頑張ってやろうと思って。 ええ？え <laughs> え <laughs> 結局俺最後落ちたけどね俺覚えてるわ今とか落ちたってアンダー17のあれ最後俺結局最後落ちてああそうだったっけうんそうそうそうああのアジアユースかなんかねアジアユースじゃなかったアンダー17の世界大会いやえじゃないっけ多分あれだよアンダー16でアジアユースで負けてでそれで多分世界大会出れなかったんだよ俺らなんかいろいろごちゃごちゃなってるわ <laughs> いいやはい次行こうオッこう <laughs> 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 昔からふくらはぎはすごかった <laughs>、うん、逆に俺も聞きたい <laughs> 15歳ぐらいであった15歳の時俺そんないじられてなかったいじられてたかいじられてたひらとかいたじゃんああ,ひらあそうらそっちもすごかったもんねあれもふくらはぎにりんご入ってるって話してたけど いやリンゴ入ってたよ <laughs> 入ってたけど平重の方があのキュッボンキュッってったじゃん俺はもうボン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 だから昔からすごかったけど今も確かに変わらずすごいよねふくらはぎこのこのもものこの足のこの感じこういじってくれるのすごいありがたいし嬉しいんだけど嬉しいのあるいや言われないよりは言われた方がいいでしょそうね 飽きないのかなってこう,こうまた同じいじじしてるよみたいなあ、ね。<laughs> ああ、安いふくらぎすぎなーみたいな。<laughs> そう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 、またふくらぎいじってるよみたいな。その安に絡むきっかけとしては、<laughs> ああそういうこと絡みづらいのかな俺のこと。この足の方が絡みやすいんか。 いやなんかきっかけがあればあれじゃん。絡みやすいしさ。いきなり何も無の状況からさ。ややさんみたいな。まあ確かに。確かにっていうところじゃない。いいいアイテム持ってるじゃん。いいアイテム。人とのコミュニケーションも。そう考えると俺、ショより得してるのかも。俺だってふくらぎ言われたことないもん確かに言われて言ったことないや。でしょふくらぎってことない。じゃあコミュニケーションツールの一つというそうか。ふくらぎはね。 これかあ確かにクラブサッカーと高校サッカーの違いは、うん、分かんなくねだってさ両方経験してないしさまあそうだけど要はうちらの年ぐらいのやっぱイメージの高校サッカーと、うん、あとはもうそのクラブチームでやってる人たちでやっぱイメージって結構違いない高校サッカーイコール走,走れたり、ね、とかさでもうちらの代ってあれだよ安だから <laughs> ああかちょっと変わりつつ変わったかなって俺思って。 走りの概念がうちは前の年か俺らの前の年一個上だったけど国見とかさ要は大島実業とかそういうチームがやっぱ勝ってる時ってもうにもう走んないと走ってもザ何ていうの体育会系っていうかさグランドのパスがない時代ねあそうそうもうそうそうってそうそうンうてそうそうやってる。そう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 たうそ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 そう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 そてそう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  なんか要は技術が大事だよみたいなゴロパスみたいな要はさいうので俺らはやってたけどでもうちらの時も国見とかと練習試合するともうガッツリもうやいあのすごいロングボールばっかりのやつでうちらの時分そこそんなに多分いやだからイメージなかったから負けたりとかしなかったけどでもそんな感じだったクラブチームクラブチームでやったりしてた結構してたよクラブチームやっぱみんな上手いから勝てなかったあそうなんだ <俺 S 2> クラブチームってあれでしょもうガンバとか,か J1 のそう、名古屋だったから、ね、あグランパス,スとかと試合しててもまあ引き分けとかさあ<ー>あ負けたりっていう感じだったかな、まあ、うちらはねどうなんだろう他の高校よりは走ってないかもしれないけど結構根性じゃないけどそういうの根性論,あっ,た根性論あったね101段の階段とかよく登ってたななんで101段なんの <laughs> そういう階段があんな,なんかあんのすのい 大きい神社があるんだけどそこに行くまで101段の階段がすんごいあもうこんな感じ天井こんな感じあめちゃくちゃ急なんだそうそこ別にそこをね4往復とかな軽いと思うじゃんうん軽いかな4本で4本走ればいいんだよ4本走ればいいって考えて400歩ってことでしょ400歩そうだねでも1個飛ばして全部行かなきゃいけないああそうなんだ

それ夏場とかも全部然違うとし、うん。そうそうそう。で、あ、冬場にメニューじゃ。あ、冬、冬はもっとすごいよ。あ、もっとすごいの。うちらグランドあるところが山なのね。あの、冬になると、もう、雪が降ってるっていうレベルじゃなくて、吹雪になるの。<laughs> <laughs> <laughs> いや地方の感じでで出てる,、ね、出てるでしょ吹雪の時って例えばね関東のチームのがもうそういうなそういういまあ別に吹雪なんないじゃん雪とかでさななななんないなんないから練習するじゃん普通にうちらはさ吹雪で練習休みましたってなるともう練習やってるとやってないでもうれ差がついちゃうわけじゃん,うん、うん、っていうふうに考える人だったの、うん、関東、うん、だからもう吹雪の中でもう <laughs> うちらはやるぞってマジで はい、シャトルやってましたそれあれもしかしたら監督がちょっと自分のいる地方を間違えたのかもしれない <laughs> そうだ、ね、自分がその雪のないところに行,け行ったとしたら毎日練習できるし <laughs> そう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 ,うでもまあでもその監督のおかげで俺はプロになれたかなっていうのはあるからそうなんだ、うん、でもそういう気持ち大事じゃないいや大事でしょ、うん、やっぱ恩師っていう人がやっぱいるからねいるからでもそういう意味ではまあ俺はクラブチームを選んで白髪試合を選んでよかったかなって俺は思ってる でも結構そこにさ行くのってさ、例えばじゃあどっかの J リーグのユースとかに行く人は絶対いるわけじゃん、うん、でもなんでそこの J リーグのユースじゃなかったのうんいやその時ね俺あんま考えてなかった何も俺目の前にこう,こう上手い人とか俺より上手い人とか見て、うん、その人の真似するのがすごい好きだったの常にで昭和めしに憧れの存在が常にいて俺の中で結構こう 田舎のチームだからさ、うん、ヤンキーでめちゃくちゃうまい人がいるわけよいいる、ね、分かる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 そういう人が結構いる中で、うん、で俺例えば他のその J のあったりしたけど、うん、いやそこ行ってなんか意識高くじゃないけどなんかそこで競争してやるよりは身近にこういう人が感じながらやっていった方が俺絶対うまくなるなと思ってプロになるっていうより、うんうん、サッカーそっちの方が絶対うまくなるなと思ってたからもう全然もう外の話が全く聞かずもう正面でやりますみたいな。あじゃあプロ になりたいななとかプロこれなれそうだっって思ったのいいついやそれがねそんえでもそれあんまなかったんだよねあそうなんでねだで俺それが気づかしてくれたのが今の監督あ今の監督そのユースの監督あうその人はもう,こうち高校に上がるタイミングであいつをもうプロ,プロにするみたいな感じで言ってたらしくてなるほど育て上げようそ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 うだったけど俺は別にそのチームで全国大会 行って優勝するみたいのを常にこのチームでも強くなれるんだよっていうのをしたかったからそうしに残っただけで別にプロになるっていうあれはなくてでも高 2, に高2の夏ぐらいかな結構代表じゃないけどアンダーのあれに入ったりして他の人たちがどんどんプロ決まっていくじゃん高2とか決まっていくじゃん俺もなれんのかなと思いながら。 うん、あ,あそこでちょっと可能性を感じた可能性を感じてで高3の夏にオファーが来て鹿島とかいろんな来て、うんですね、あっ行くんだっていうオファーが来てやっとあっ俺プロ行く,行くんだっていうそういうことねふうん、に思ったかな,なんかいや,いやでも結構高校きつかったけどねきつかった 俺がボール取らられた負けけるわだじゃあその今のキープ力はその時に培われてるからそうだよ高校サッカーとかもそうだしさクラブさチームもそうだけどさ高校の時ってさ負けたら終わりじゃんああそうメント多いしさだから確かにもう取られて負けて終了っていうのが一番一番ダ嫌じゃんしかも絶対さだってもう周りが頼られてくるじゃんお前がゴール決めてくれみたいな感じじゃんそうだね確かに。 でもシュート外した時。俺高2の時に高3の最後の試合でシュートめちゃめちゃ外しまくって負けたのね,、うん、あそ,ねその時はさすがにショックだったねもうサッカーやめたいなと思ったもんいや <laughs> そういう時あるよね、うん、実際入んない時は入んないんだよね、はああそうなんだよね入る時は入んだけどな入る時は入るんでも打いち入入るもんね入る時は入るだよねん不思議技術が上がったりとか下がったりしてるわけじゃないそう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 まあ打たないと入んないってことだよねやりあまあそれはそうだね、うん、打ってんなもう、ねうんぼね 今回はこれで終わりですどうでしたかえもう一回行こうよもう一回もう一回お茶しにまた話そうあ、そうだねこの後ね次安賀司会をやることになるんですけど誰かゲスト考えてますかいやだやんないやんないやんないっていう選択肢やんないっていう選択肢ちょっと新しいんだけどそれは新しくていいかもしれないんだけどできればやってほしいじゃあやろうかそうだねいいよじゃあ次考えておくわ考えておくじゃん考えておく 寝ずに。寝ずに。<laughs> <laughs> えっと。リクシルスポーツザリレー。またね。またね。バイバイ。